ミミシネムスリーミオンライン別企画ご質問をいただきました。10月の13個目となります。ミムシムレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルでオートディスク製品のオートギャットとレビットを中心に便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などを動画で解説しています。先日このようなご質問をいただきました。移動で距離を直接入力がしたいというお話がありました。移動ですね、まあ、いろいろ移動、任意で移動とかいろいろあるんですけれど、オブジェクト内くらいですね、掴んでいただいて修正の中の移動っていうところで移動していただくっていうのもあります。でこの時のこの距離のところですね、マウスの方向性だけ入れて距離を入れていただくっていうのもありますし、距離自体ですね、押すと、はい、仮寸法になりますので変えていただくことも当然できるというところになります。ただどっちに行くのか、マイナスなのかプラスなのか、それとまた斜めなのかっていうのはその時のですね、マウスの動きに依存してしまいますのでお気をつけください。特別企画のご案内です。2023年小規模な工事を除いてビムシムを導入するということが決まりました。ということはビムシムを使いこなすことに的を絞ってお勉強された方がいいのではないかと思われます。いかがでしたでしょうか。今回のビームシムレッスン TV オンラインはここまでとなります。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノータムでした。